申します。どうぞよろしくお願いいたします。まもなく秋田竿燈まつりの公演が始まりますが、会場の皆様にも竿燈まつりに参加していただきたいと思います。竿燈の演技中はどっこいしょーどっこいしょーの掛け声で指し手に声援を送り会場を盛り上げますが、この掛け声を会場の皆様にもお願いしたいと思います。それでは一度皆さんで練習をしたいと思います。私がどっこいしょーどっこいしょーと掛け声をかけますので、その後に続いてどっこいしょーどっこいしょーと掛け声をお願いいたします。それでは始めますよ。どっこいしょー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 。はい、皆さんありがとうございます。素晴らしいですね。それではまもなく秋田竿燈まつりの公演が始まりますので、大きな声で元気よく掛け声をよろしくお願いいたします。秋田竿燈まつりを行います。国の重要無形民俗文化財に指定される秋田竿燈まつりは、短い秋田の夏を盛り上げる風物詩として8月3日から6日までの4日間行われます。その始まりは江戸時代中期とされ、真夏の病魔や邪気を払う眠り流しという行事を原型に、その後厄除け、急ぎ、五穀豊穣などを願う現在の祭りに変化したものと伝えられています。1本の重さが50キロもの竿燈を自在に操る指し手と呼ばれる演者のダイナミックな技は見る者を魅了します。踊るようなバツさばきと軽やかな笛の音で演技を盛り上げる囃子方が祭りに花を添えます。現在、竿燈に携わる町内は城下町を中心に38町内。近年では企業や一般団体も加わり、毎年約280本もの竿燈が会場の大通りを埋め尽くします。秋田藩久保田城下の町民たちの心意気と国をかけて守り続けてきた伝統は、時代を超え脈々と受け継がれてきました。さあ、それでは本場の臨場感をそのままに、竿燈が祭り会場へ繰り出す時に鳴り響く流し囃子を合図に、いよいよ力と技の共演の幕が開きます。Thank you.
には額、竿を額で支えるまさに首の根元が座った重量感が増える技、静止して両手を大きく開いてバランスを取り観客を圧倒する姿を演出する技です。次の演技は肩、竿燈を掲げやすく最も覚えやすい技、利き手で上げた竿燈を流しでまっすぐ首の付け根に下ろし軸足と竿燈を一直線にするのがポイントです。最後の演技は腰、かなりの修練が必要な高度な技、上体を程よく横に傾けバランスを保ちます。技術の基本演技の中でもクライマックスに入る大技です。関東が合わさっていきますので、どうぞ合わさりましたら大きな拍手をお願いいたします。どっこいしょー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 、はい、今すべての関東が合わさりました。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。
られない光景です。どうぞシャッターチャンスですので、どうぞ、はい、写真を撮ってください。はい、どっこいしょー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 はい、どっこいしょーどっこいしょー